菊花門章、菊花門章、菊花門使用、菊ッもモンは、菊花菊族の菊、菊を図案化した菊門のうち、特に花の部分を中心に図案化した花紋のことである。菊花カ菊花キ菊花モ菊の五紋とも言う。単に菊門という場合は、葉、茎、花を組み合わせるか、いずれかを図案化したものも含める。鑑賞用の菊は、奈良時代に、 中国大陸より伝えられた。高潔な美しさが君子に似ているとされ、梅、竹、蘭と共に四君子とされた。文学上は、万葉集には読まれておらず、古今和歌集、源氏物語などから登場する。平安時代には、陰歴九月を菊月と呼び、九月九日を、朝陽の節句、菊の節句とし、菊花酒を飲む、菊花の縁、菊花の杯で邪気を払い、 長命を祈った。菊門様も吉祥門用として、好んで装束に用いられた。鎌倉時代には、後鳥羽上皇が、ことの他菊を好み、自らの印として愛用した。その後、五深草天皇、亀山天皇、五浦天皇が、自らの印として継承し、歓迎のうちに、菊家門、ことに十六八十表菊が、皇室の門として定着した、十六弁菊は、 南朝の門で32弁陸、16弁80陸は北朝及び現、皇室の門であるとの説明も見かけるが根拠不明である。江戸時代には幕府により青い門とは対照的に使用は自由とされ一般庶民にも浸透しこの門の図案を用いた和菓子や仏具などの飾り金具が作られるなど各地に広まった。菊家門は古くから武士や 武家の家紋、店舗の商標として、豊富な種類が図案化され、編集も多い。花びらにより、十菊や十二菊、中央二学が見えるものを、裏菊、輪郭を浮かせたものを、影菊、その他、菱菊、菱菊,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 菊、外周が円形ではなく菱型や大型光輪の描く、菊を図案化した、高菊、光輪菊、半分に割れた、割菊や半菊、その半菊の下に、 水の流れ、流水を描いた、菊水などがある。井筒つや文字門など、他の家門との組み合わせもある。菊門の名称を表す場合、例えば、花の場合では十の花びらがあるのなら、十菊と呼ぶ。十二なら、十二菊、十六なら、十六菊である。菊が複数重なっているのであるなら、十菊、八十、九十などである。表を向いているものは、表であるが、 単に、花弁の数菊と表記することが多く、特に裏を向いたものを裏菊という。16の花びらで裏を向いた80菊であるのなら、1680裏菊となる。特に決まりはなく、文献により表現の仕方が違い、とりわけ皇室、皇族関係の門には、詳しく花びらの数に、弁や、葉、16弁、大上官、布告、16用。 皇室礼などの単位が付けられることがある。菊門のうち、八十菊を図案化した菊門である十六八十表菊は、天皇及び皇室を表す紋章である。俗に菊の御門とも呼ばれる。新皇などの皇族はこの門の使用が千八百六十九年、明治二年の大上官布告もって制限され、千九百二十六年、大正十五年の皇室儀制令。 大正十五年皇室令、第七号十三条八歩を経て、十四裏菊や十六裏菊に独自の図案を加えた者、有粒川の宮家、伏見の宮家などや十六八十菊を小さな図案によって用いた者、秩部の宮家、三笠の宮家、国の宮家などを各宮家の門としている。十六八十表菊が公式に皇室の門とされたのは、 1869年、明治2年8月25日の大上官布告第802号による、新農家の菊家門として16用の使用を禁止し、14用、15用、以下あるいは裏菊などに変えることとした。また、1871年、明治4年6月17日の大上官布告台285号で、皇族以外の菊家門の使用が禁止され、同、 第286号で皇族家門のひな型として14一十裏菊が定められた。その後、1926年、大正15年に制定された皇室儀政令、大正15年皇室令、第7号第12条、第13条によって正式に定められている。1867年、慶応3年3月28日の大上官布告。 第百九十五号で、蝶賃、陶器、蜜物などに菊門を描くことを禁止し、千八百六十九年、明治二年八月二十五日の大乗官布告第八百三号で、社寺で使用されていた菊門も、一部の社寺を除き一切の使用が禁止された。その後、徐々に、社殿の装飾や幕、蝶賃に菊門の使用を許され、千八百七十九年、 明治12年5月22日の大上官た立第23号で、一般の社寺でも、神殿、仏道の装飾として使用することが許されている。菊は、菊下紋章から、皇室の代名詞とされ、幕末の流行り歌にも、菊はサクサク、葵は枯れると歌われている。日本軍においても、幕府や諸藩が、明治政府へ、官を納めした小獣に、 主従様々な門所や国が刻まれていたのを、菊下紋章に改め国して統一したのを端緒に、村田銃以降のすべての国産軍用小銃に刻印されていた。これらの小銃を部外に払い下げる場合には、菊下紋章を削り取る、または丸印等の刻印を重ねて打って潰す措置が行われた。また、陸軍の軍機、連隊機の旗竿を先端、艦頭や海軍の軍艦の艦首に、 金色の菊花紋章が付されていた。現在でも日本の在外交換の玄関には日本の国章の代わりとして菊花紋章の浮き彫りがある。また日本国発行の旅券の表紙にも16一重表菊をデザイン化したものが使われている。国会議員の議員記章には11菊の図案が使用されている。自民党のシンボルも影14菊の中央に 自民の文字を入れたものである。また、日本会議の紋章も、影14菊の中央に、桜をあしらったものである。その他、菊家紋は、日本の勲章の意章にも取り入れられるなど、菊は、桜と並び、国家に準じた扱いを受ける。日本の国章に準じた扱いを受け、法的には国旗に準じた扱いを受けるため、それに類似した、商標等は登録できない。 商標法第4条第1項第1号。国際的にも1680表記区は工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3に基づいて1967年に同条約の同盟国に通知されており、これらの国では商標登録をすることができない。また、極実賞が司法機関文書であり使用できない軽犯罪法による規制ため、 探偵業者が権威を表現するために、自社の標語として使用する例がある。漫画家の真夜、ミネヒロは、かつて絵の背景に、菊の花をあしらった模様を頻繁に描いていたが、これが、菊花紋章に告示していることに気づき苦内町に、問い合わせたところ、できれば使わないでいただきと言われ、以後は、描画を差し控えている、と語っている。仏教の一宗派である日本天台宗は、菊の、 中央に三つの星をあしらった、門、三体称を、総明としている。星は三体星、または三大星と呼ばれ、三大とは、中国の星座体系において、天帝を囲む三つの星の意味である。また、三体と書く場合は、天台宗の距離において、実相の真理を明かす三つの要定、すなわち空体、仮、体、中体を指す。十六を用いることについては、 天台宗の皇室を守護する役割を表すため、皇室が菊門を用いるきっかけとなった菊の花を、最長が官武天皇に献上したためなどの伝説がある。ただし常実のように、現在では皇室の菊家門が定着したのは、後鳥羽朝以降のことだったと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。